まあ、今回月刊誌創刊おめでとうございます。本屋さんでこの本を見るまで私はまだ信じられないような多分同年代 の, こういう高級車を乗る、まあ、富裕層というか親父たちは、まあ、私と同年代でつまり同じような悩みを持ってるだろうと、まあ、家庭のこと子供のこと、人生の、まあ、残りの話社会のこと、そういう意味で自分が、まあ、まな板の声になったつもりで、まあ、全部さらけ出すということを田中さんとお約束して、創刊に至ったわけです。市、創刊本当におめでとうございます。今後ともですね、これをどん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 盛り上げて乾杯おめでとうございます。どうも、はい、月刊清水画像やってきました。よろしくお願いします。月刊 C っていうのは清水の C です。月刊清水、はい、その月刊 C、はい、こんなもうなんか自動車雑誌不況の時代になんで創刊したのって本当に明日本屋で並ぶのかしらって。いやいや、まあ、でも実際に1000万以上のものが1万台売れてるんですよ。で1万5000台に行く勢いがあるので、おそらくそこの層は絶対買ってくれると。年間1万台売れてると。1万台売れてる、1000万以上。だから今日本では1000万以上の車か、まあ、軽自動車みたいな両極端になってる。なんかさ、格差社会のさ、こっち側にいる気がしてなんか胸が痛むね。エロからあ、違う、エコからエロまで月刊清水活動頑張ります。始まりません。どうぞ前の方にいらっしゃい。